みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回もね、はい、動画を撮っていくんですけども、今回はですね、今回は料理企画なんですけどね、今回はですね、料理って言われる。誰がな、いいですか？誰がなコーヒーを作っていきたいと思いまーす。今流行りのですよ。やっと流行りになりました。だいぶ遅いけどね、うちらね。だいぶ前に流行りましたね。でも聞いてください。私めっちゃね、はい、この企画やりたかったんですけど、うん、言っていいですか、はい、コーヒー飲めません。そうなんですよ。で、生放送中も、うん、ダルゴナコーヒー作ってくださいって、ね、うん、コメントいただいたんですけど、しょうちゃんがね、はい、何気にコーヒー嫌いなので飲めなくどうしようかなと思ってたんですけど、あとミキサーもない買ったから作れないなって諦めたんですけど、うんうん、最近ほら家にいるじゃん。で、台所とか片付けてたらこれが出てきたんですよ。こちらのカプチーノミキサーという、はい、クッキーのダイソーで買ったやつですよね。しかもママがもうだいぶ前、もう 何年前かわかんないぐらい、うん、昔に買って使わないでずっと引き出しのところに入れっぱなしにしてたやつなんですよ。でもデザイン的に古いのね。そう、古いんですよ。で、今も多分売ってると思うんだけど、はい、昨日ね、ダイソー行った時に見たらなかった。売り切れかな、わかんないけど、とりあえず多分今はこういう感じでは売られてないんじゃないかなって思われるんですよね。なるほど。でも、うん、だいぶ前なので、はい、動くかどうかも定かじゃないんですけど、これからちょっと電池を入れて動かしてみようかなという。動かなかったらどうすんだいっていう感じなんですけど、自動、それかなんかペットボトルで作る方法もあるよって言われたんで、それもいいかなと思ったんですけど、ひとまずこのね、ハンドミキサー、カプチーノミキサー、カプチーノミキサーで作っていきたいと思います。はい。で、ということで、他のね、材料も一応ね、それに合わせてダイソーで買いました。そうなんですよ。見てください、まずダイソーのコップ。はい。でもこれね、200円なんです、1個。そうなんだ。はい。しかもね、プラスチックなんです。一見高級そうに見えるコップなんですけど、ちょっとやめてください。プラスチック、プラスチックなんですよ。そうなんです、うちプラスチックのコップなんですよ。そうですね。はい。あとコーヒー、これ粉ですね。はい、粉です。豆じゃないですね。うちコーヒーをあんま飲まないので。飲めないですよ。粉ないんですよね、家にね。ないですね。はい。で、あとはお砂糖です。これはしょうちゃん最近よく見るんじゃない、いちご飴作ったりとか。とかそれ100均のダイソーで買った100円の砂糖です。はい、はい。あとそれは家にあったやつです。え、ダイソーじゃない、ダイソーじゃない、100均じゃない、これ多分100均だと思う。我が家あとこれも100均。あ、そう、それは100均です。そっちを、そうそうそう。でも水は違うけどね。水はいいよね。水は、あと牛乳もお許しください。牛乳じゃないですけど。牛乳はちょっと100均で売ってなかったんで。はい、はい。ということで、だいたい100均の材料で作っていきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあまずこれが動くかですよ。爪、ね、開けてみましょう。はい。なんかすごい汚い。マジすごい汚い。見てこれ、本当だ、やばいかな。ちょっと洗おうか。本当にね、すごい昔、多分翔ちゃん生まれる前ぐらい、10年前、そんな前じゃないかな。とりあえず本当前です。もうそれぐらい前です。やばいよね、汚すぎ。じゃあちょっとさ、さっきの消毒ペーパーで拭く。炭酸って言ったよね。うん、炭酸、はい。で、これでちょっと最後拭こうか。プラスだよね。動かしたい。で、こう入れて入りました。入りました。こっちマイナスこう入れて入りました。うん、で、こうスライドですね。はい。OK。動かない。ティラリー。ティラリラリーディー。動きません。動きません。じゃあやっぱ動かない。最悪じゃん、作れないね。これ取れないよ、電池。動いた。あ、動いた。あ、動いた。やった。なんかずれてたんだ。さすが10年前だね。はい、ということで動きました。
やばかったね、今。もう動かないかったからさ。ね、焦ったよね。焦ったよね。こう、ポンポンってやって、パパにポンポンってやってもらって、はい、やって動きました。やりました。ね。ということで、ね、じゃあ早速、作れる段階になりました。はい。はい。ということで、あ、ボールもいるか。ボールがいる。うん。はい。今からこのボールを使って作りたいと思います。はい。でも私ちょっと作り方知らないんで、ママに説明してもらおうと思います。はい。いや、なんか水とコーヒーと砂糖を1対1対1、はい、とコーヒーと同じ分量だけそこに入れるんだって。だから大さじ2とか。でも2つコップがあるから、どうする？多めにやる？大さじ555作っちゃう。いいね。うん。コップも大きいしね。こんな感じで全部ね、入れ終わりました。混ぜるの？そしたら、混ぜる。どうかな？こういうの、ね、ちょっと大丈夫？いくよ、うん、やばくね、これ、ね、これさ、こうやってちょっと斜めにして、うん、そうなるほど。で、奥の方やらないと、手前やると飛ぶからね、最初。すごいね。ミミちゃんもやりたいそうです。ここ奥の方にやらないと飛んじゃうからね。そうすごいね、10年前の役だね。そりゃそうだね、しおちゃん。ね。ね。一時はどうなるかと思ったけど。ね。なんか工事中みたいな音してるけど大丈夫リミ？すごい手がブルブル。工事中みたいな音。すごい手がブルブルする。うん、ちょっと大丈夫？しおちゃん。飛んだ。飛んだ。しおちゃんに飛んだ。しおさん大丈夫ですか？しおさん。今多分ね、字幕にイラって書かれてる。ママがイラって編集で書いてる気がする。ってことはイラっとしてるってことだ。正解。取れた？どうした？危ないよね、しーちゃん。大丈夫？取れちゃったじゃあちょっと一旦終わりにする。その泡立てるのは、うん、リミちゃんこれ取れちゃう。取れちゃうというハプニング。さすが10年前。はい、取れちゃいました、はい、すいませんね、みんな慌ただしくて。はい、牛乳注ぎましたね。じゃあ上に乗せましょう、はい、上乗せ。落っこちない？落っこちてもいいよ、しょうがない。いくよ。うん、じゃばー。お、いいんじゃない？あ、いいじゃん。いいじゃん。もう一杯ぐらい入れよう。おいちちょう。うん、おお、いいんじゃない、いいんじゃない。じゃあもう一つの方。いいやんけ。じゃあもう一杯ずつ入れようか、いっぱいあるから。はい、じゃあね、写真も撮ったので、はい、飲んでみましょう。めっちゃコーヒーの匂いがする。しほちゃんコーヒー嫌いだけど、どうかな。しーちゃん飲める？じゃあしほちゃんから先に行ってみようか。このまま？そう、このままごくごくちょっと飲んでみよう。いきます、じゃあ、はい、いきます。はい、
けるいける。どう？いけるいける、うん、いけるんだやっぱり。じゃあリミちゃんも飲んでみよう。どう？リミちゃん牛乳までたどり着いた？うん。あ、おいけ、めっちゃおいけどう？おいしい。ひょうちゃんどう？牛乳、あ、コーヒーだけど。リミ混ぜたい。混ぜたい。めっちゃいけるこれ。ね、なんかね、上からね、うん、コーヒーが来るんだけど、うんうん、下から牛乳が来るおかげで、うん、めっちゃ甘く感じて。そっか。なんか苦いよりも甘い方が強くなってって、うん、最後の方美味しいって感じ。リミの口見せてあげて、しーちゃんに。やばくない？くちばしになってるよ、茶色いくちばし。それでは、バイバーイ。バイバーイ、ユーデクスタイムシェア。めっちゃさ、うん、なんかこれ紹介し終わった後にもうそれではバイバイ。急だったね。なんかごめん、なんか締め方忘れたというか。